という間に人が増えてました。どっち右、あ、ゾロ目44番、いい方だと思いますよ。44番、何を言うと、じゃプラン A で行くかプラン B で行くか考え中。でも44番だからもう絶対どっちかは座れる。40人ってこんなに多く感じるの？おはようございます。おはようございます。あ、ちょうど40番。やはりみんな窓まぎに行くのでしょうか。やっぱ円卓の窓まぎが一番人気だよね。プラン B で行きたいと思います。寝台のセイントセイヤの寝台の方ね、完全に初打ちなんですけども、結構あの前作とは相性が良くて時々打ってましたが、ちょっと今日は新年一発目のデカリンゴということで、ちょっと新たな挑戦してみたいと思います。頑張ります。皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もデカリンゴマイスターよろしくお願いいたします。さて2019年を迎えたところで、まあ、新たな挑戦の年にしたいなということで、私普段なかなか寝台を打つことはないんですけれども、寝台にも率先して挑んでいこうという所存でございます。そして今のところ8戦中7勝ということで、その勝率キープするためにも新年一発目頑張って勝ちたいと思います。うん、設定変更はされてるってことなのかな。まあ、見た目的にはそこまで大きくは変わってないかなと。まあ、今日は打ちながら勉強もしましょう。女神セイントラッシュ全長、でもジェネラルバトルに当たるのは分かるけど、おお、嘘でしょということで80ゲームで当たりました。今の女神像はあのセイントラッシュの前兆みたいなんですけれども、このまま行くと、なんと同志さんも80ゲームで突入しました。全然7ぞろいの煽りが来ないですけど大丈夫。せやさん、V バトル、終わっちゃった。刺したよ、しょぼいって。あ、でもこんなに鮮やくラッシュを見れるとは。ソレントだ。あー、20か。でも大体が20なんですよね。お、そうか、もう次勝つ保証はないですから。誰？旗氷河。
やばい、敵からの。トントンと調子よく来ているのでこの後が怖い。あー出た。よく見るやつだよね、素材の時もまた氷河。あ、やばいと思うよ。食らいました。ダメ。ないのね今回は。356枚。まあこれは奇数か偶数かだけの下なので、まあなんか確定すればいいよね。出玉356枚も今やめたらもう勝ちですけども、やめることはないので。一つ印がつきました。赤い赤い。黄色。イエイ。230ゲームで見事投資はサーモのまんまです。え、ジェネラルバトルはどこですか。なんだろう、飛び越えちゃった、飛び越えちゃった。ありがたいことですけども、まあ、ちょっと驚き2連発でびっくりした。まさかのまたセイントラッシュ。良いですよ。お7揃ってよ、7揃って。えい、え、揃わない。何揃わない、こんなもんなんですか。もう20のオンパレードだわ。今までやっぱりこのデカリンゴとの相性がいいのか、なんだかんだ見せ場は作れてきたので、ただバトルに勝つだけじゃね見せ場とは言えないんで。あー、ソレント強いんだもん。やだやだやだよ。もうすぐなんか危ない技出すんだから。終わる？終わりました。偶数下だったら奇
涼しさだったり、もう復活です。まあ、大体バイアンとトレントですよね。そりゃそうなります。281枚、あー、なかなか伸びないですね。せっかくセイントラッシュ入ったのに。それか。金。また当たった。今度は？あ、初のジェネラルバトルです。一発目から負け。あー、またすぐ必殺技出す。弱っ。あ、この2人の画面で高設定示唆かもみたいな。でもね、そういう動きは十分しておりますね。お兄ちゃんが出てきました。当たった。頑張るよ。あと一歩。せいや頑張れ。止まった。揃ってくれてたよ。覚醒しないじゃないか。覚醒してくれた。3回とも同じ結果ですね。7揃いせずまた20だ。まただ、ソレント。これも多分高設定とかのやつです。赤。この台はいいと思うんです、本当に。なんでしょう、噛み合わない。はい、やりました。ということでチャンス目で当たりました。あ、2連チャン。
70%ってこんな難しいんですか。でも思い返せば私の実戦大体が変なところを引くパワープレーなので通常なのかもしれないです。あーまた聞いた。本日2度目の女神像でございます。やりました。156ゲームめちゃくちゃ軽いですなんですが出玉は伴っておりました。え、今日1回も揃わないんですかね。ストックもなし。あ、出たぞレント。戦ってる感じはするんだけど、こう出玉がジャグラー見たくなってます。まったりしてる時のこんだけね挙動がいいんだったら本当に出玉とリンクしてほしい。もうソレントさんばかりやん。ちょっとまた20ゲーム間の間で上乗せを目指しましょう。チョキーン。出た。大体3戦で負けるね。もうね、デフォルトなんかな。300万。頼むよ。下手くそな私にどうかチャンスをください。また100ゲーム以内に当たりました。87ゲームがんばろう。いいよです。もうたまにはやってよ。せいやからあ出た。そうだよね。70% ってこんなに外す？あれ早っ。はい。やばい、スーパー簡単ですよ。GB に入れるのだけは。ソレントだ。でも 70% お願いいたします。
わ、出た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 、つかない。おお、やったやったよ、久しぶり。なんとかやっとまた、もう目指すは7ゾル。私は7を揃えたい。だいたいこれ、今日は1回でも上乗せを見られるのでしょうか。20しか見てない。またクリスナ、あー、もうずっとあっけない終わるのが。ダメだ、また50%だ。うわ、出た出た出た、待って、今完全にセイントラッシュに入る画面だと思って用意してたんだけど、気持ちよ。あれなんか確定画面ですか。はい、今皆さん、私がセイントラッシュに入ると思って見てた画面は、あの皆さん大好きな一番上の確定画面でした。知ってるよ、もうだいぶ前から知ってる。君が一番上の子だって私はずっと前から知ってる。ただ私がやれないだけなの。私今までセイントセイヤってこうアンコウは見たことある。アンコウじゃないエビか。一番上の確定画面は見たことがなかったから。すごい嬉しかったんだけど、まさか最後のバトルに負けたタイミングで見るとは思いませんでした。チャンスもない。あー、頼むよ。60%。よろしくお願いします。久しぶりの大チャンスでございます。ブルブル言った時計が。大丈夫大丈夫、絶対やりました。はい、でもこれで納得いきますね。6は7ぞろいが本当にしないみたいなので、
はい、また同じ感じで。ちょっと本当に二重ゲーム以外を見たい。もうね、2連の壁を越えられないです。本当にもうね、デジャブだよね。ずっと300枚で困ったもんです。赤出ました。お疲れ様でした。実戦終了というわけなんですけれども、さて、今回年明け一発目のデカリンゴマイスターということで気合十分で挑んだわけです。で、まあ、初心に帰ってちょっとラブ城どうかなと思ったんですけれども、まあちょっと寝台にも挑戦してみようかなということで、本日は、まあ、寝台のミートフェアの方させていただきました。投資3本で、そこからちょっと出てはちょっと飲まれの繰り返しで、投資が3本で回収が1286枚ということでプラスで終わりました。ということでやっぱり今年も相性抜群ですね。勝率高いままキープということで、次回もこのまま頑張りたいと思います。ですが今日はね、ちょっと6角も見れたのにもかかわらず、あのパフォーマンスの悪さということで、大のポテンシャルはかなり高かったんですけど、もうチャンスを生かせない、ね、6でもはい、こう負けることはなかったですけども、生かすことなくやっぱダラ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 っていうのもありますので、でもとても楽しみやすい感じでした。もう頑張ったにもかかわらず枚数はあんまり伸びなかったらやっぱ悔やまれますが、ああいう展開もあるということで、皆さんはぜひ頭にも入れておいてください。ということで本日も最後までご視聴のほどどうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。リーチエンジェル来店情報。リーチエンジェル TV YouTube チャンネル。スパーキング取材情報。リーチエンジェル最新情報は LINE@ で取得。